21歳です。カエリーって呼んでください。カエリー。はい、宮原奈々15歳、好きな飲み物はコーヒーです。よろしくお願いします。はい、福島サイナ15歳です。好きな食べ物はチーズです。よろしくお願いします。イエイ。はい、上田美咲、最年長の22歳です。美咲チって呼んでください。お願いします。美咲チ。はい、山川咲16歳、サッキーだよー。サッキー。ラッキー。ラッキー。今日衣装を着て歌を披露するのも初なんですか。初めてです。初めてでございます。ありがとうございます。和柄のこの衣装見てください。皆様皆様見てください。私たちもはあの昨日初めて。そうですよ、昨日ですよ。昨日初めてです。メンバー内で一番この和柄の衣装似合ってるなと思う。みさきちちょっとみんなには申し訳ないけど、みさきちはちょっとあねえ、はい、乗ってるよね。もう泣けてきちゃって、ちょっと美咲は感極まってたね。なんか最年長が泣いて本当に、うん、申し訳なかったんですけど抑えきれなくて。いいここからがスタートだしね。何枚売れたの？何枚？4。私3枚。お、どういうこと？私って。あ、サインが1枚につき1人かけるんですけど、うん、それでね。カエルはじゃんけんに勝って1枚かけました。ゼロです。ゼロです。ゼロです。CD が売れた人は誰だったの？来ました。あら、ありがとうございます。最年少自分ですかって思いました。自分ですか。サインお願いしますって。私ですかって思った。私ですかって思いました。あ、でもありがたい
嬉しかったよね。めちゃめちゃ嬉しかったです。でもその最年少が振ってる時にも最年長はもう感極まって泣いてる。横で横で横で泣いてます。横で泣いてます。横で泣いてます。編集長どうでした？どうしようかな。まあ、今日の仕上がりでは点々点みたいな声が出たよね。涙に感動したので美咲ちはもう一回出てもらって、あとでもまあみんなもあの明日の明後日の舞台見てまた決めます。ありがとう。舞台見に来るんで。立ったこと、そして CD を販売してね、1枚目の CD が売れた時のこと、ね、それはずっと忘れず、はい、これから活動してください。はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。